はい、どうもこんにちは。ヒロッキーです。今日紹介する商品がこちらです。はい、以前ね、紹介したこちらの酸っぱいブドウ、これでね、ちょっと弟にちょっとドッキリをしたいと思います。どれか1個が酸っぱいってやつなんですけど、どれか1個じゃなくて全部酸っぱかったら気づくのか気づかないのか、これは意外と気づかないんじゃないかなってヒロッキーは思います。まあ、どうやって全部酸っぱくするかっていうと、まあ開けます。でヒロッキーがね、3個中2個ね、酸っぱくないやつを食べれば、それどれか1個が酸っぱいやつじゃないですか。それをね、3個揃うまでやろうと思う。それだけじゃね、こうね、開ける前に分かっちゃうじゃないですか、あ、これ開いてるって。そこで登場するのがトゥルピー、100均のね、この EG シーラーってやつで、熱でね、このね、開いたやつをね、また元に戻してくれるという商品なんですよ。これをやればもう絶対に分かんないと思います。じゃあね、早速ドッキリやっていこうと思います。全部3個ね、酸っぱいやつが揃うまでヒロッキーはね、食べ続けます。あ、酸っぱ、酸っぱ、やっときたやっと3個揃いました。酸っぱいやつ、酸っぱかった。何個食ったんだよ16個食いました。なんかこの全部酸っぱいやつを、まあこの箱、この袋に戻して、はい、袋に入れました。そしたらね、こうね、開いてるって分かっちゃうから、こいつでね、止めていこうと思います。すげえ。あ、炭酸電池2本いるらしいんで、炭酸電池2本入れていきます。はい、電池入れました。こうやって押さえるだけでしまうらしいんで、もうすげえ、ちゃんと密封されてる。はい、完成しました。酸っぱいぶどうにご用心、全部酸っぱいバージョンすごくない？このほら、継ぎ目とか、継ぎ目がね、全然わかんない。これはすげえわ。ヒロッキーが食べるやつは、この全部酸っぱくないやつにしました楽しみだ、楽しみだ。はい、じゃあね、弟が帰ってきたらドッキリをやろうと思います。じゃあ弟が帰ってくるまでしばしお待ちを。ゲームをね、りっくんとやりたいと思ってね。そう、普通に食うじゃん。で、どっちかが先に酸っぱい方って言ったら罰ゲーム。何罰ゲーム？罰ゲームはビリビリ。いや、本当にやめよ、マジやりたくないんだよね。じゃあ、やっぱ真ん中だ。じゃあ、いただきます。2個目、乾杯。はい、チュー。うん、どうだった？あー、酸っぱやつです。どうしました？え、なんで1個目酸っぱくなかったの？あー、この大量のガムはそういうことか。まあでも、ぶち本当ね。てってでー。てってでーじゃないんだよ。毎回思うけど。てってでーじゃないんだよ。でも、これ？もう、細工しすぎでしょ、これ。めっちゃ破けてんじゃん。何でくっつけたの？あれです、あの白いやつ。何それ？なんとこれ、一度開けたやつを元に戻す。本当に？熱で。やばくね？すごい。それは普通にすげえんだ。ダイソーで。ちょ待って、それ見たいんだけど、どうやるの？どうやるの？まずこれ、縦に開けた方がいい。いや、これは傷がねえよ。見て、ちょっと待って。
いや、すげえわ。すごいね。それで、元に戻して。マジ、ほんとに。腹立つわ。私、ドッキリしかやることないんか。最後、食ってきてるかな。あれね。マジ意味わかんないね。なにこれ。閉じれんだ。そうそう。使い道間違ってんだろ。はい、終わりさあ、リックの電話もう終わったよ。うるさいな。腹立つな。もうなんもねえよ。なんもねえ、ただただすげえよ。ありがとう。はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれるとありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。はい、じゃあ次の動画で See you! バイ。ハハハ。